はい、どうもこんにちは、リオルです。今日の動画は、最近俺が今の環境のノバだったら、一番強いんじゃないかなと思ってる、ノバベッチュのギアと立ち回りを、解説していこうかなと思います。で、まずギアは今つけてるギアになります。はい。だからコンセプトとしては、濡れるローラーって感じですね。はい。で、イカ忍者ゾンビイカ速で、キルを狙う動きを補助して、で、ラストスパートで炭酸振りまくるみたいな。でも、スパタンは言うまでもないけど、危なくなったら味方ジャンプ用です。はい。次、立ち回りなんですけど、さっきも言ったんですけど、イメージとしては、塗りもできるローラーっていうことで、炭酸ノバ使ってるとよくいるのが、後ろにイモってずっと炭酸投げて塗ってるみたいな、いるんですけど、あれガチ弱いからやめた方がいいんで、やめてくださいまして。何が強いと思ってるのか知らんけども、やってる人のほとんどは頭おかしいと思ってるんで、僕。マジで味方に来ると迷惑です。はい。ノバはあくまで前線武器なんで、前でキルを取りたいんですよ。なんで、どう考えても前に出れないみたいな、ミサイルをつけられてるとか、センサーつけられてるみたいな時に、炭酸後ろから投げて、敵の、例えばバッテラとかやったらね、橋上とかに投げて敵どかして、で、これで前出れるなってタイミングで、炭酸振るのやめて、イカ忍者で前詰めてキルを取りたいって感じですね。はい。で、炭酸があるんで、詰めも引きも、無印の場合に比べたら圧倒的にしやすいんで、そこが強いですね。強ポジどかしたりとか。で、雨の使い方は基本的には、敵の高台に投げたりとか、後衛が居座ってる場所に投げてあげると、味方も自分もね、戦いやすくなると思います。はい。はい、というわけでちょっと分かりやすいように、ステージで見ていこうかなと思います。例えばマンタマリア号やったら、初動はここに来るじゃないですか、こうやってね。こう来て、ここは敵大体この辺に居座ってるわけですよ。この辺にね。この辺とか、この上とか。なんで、ここからとりあえず適当に炭酸とか投げて、でもそんなに投げすぎなくていいです。場所バレたりするんで。僕だったら、こう来て、まず初めはここに行きますね。炭酸投げて前に行く必要がなくて、初めからこれがあるんで、ここに隠れれます。はい。でもこの辺歩いてきたやつとか、やったり、下を見たりとかね。で、どうしてもやむを得ず下げられてしまった。この辺まで下げられちゃったら、炭酸とかで金網上とかをね、圧かけたり。あんまり、投げすぎってのは良くないですね、炭酸。圧がかからないんで、なんか炭酸降ってるわぐらいにしか思われないんで。お見合いの時は、できるだけ炭酸で、敵を引かせるのも大事だけど、引かした後にしっかり前詰めて、キルを取りに行くって感じで。で、片目が一番よくやりがちなんですけど、一生炭酸を振るとか、この辺に。弱くて、絶対この辺とかに潜伏した方が強いですね、こうやって。敵たか下とかにね、こうやって。潜伏して、来たやつを倒してあげるとか。こことかでもいいし、とりあえず潜伏ですね、片目は。ノバベッチュで片目炭酸振ってるのは、あんまり強くないかな。敵がマルチミサイル持ちとかやったら話は変わってくるけど、でも、あとはこっちが圧倒的にカウントリードしてる時とか、で、こっちの後衛がチャージャーでずっと見てくれてるとかやったら、後ろで炭酸投げてるだけでも強いかもしらん。はい、というわけで、ちょっとノバベッチュ使ってね、ちょっとガチャアサリの方やっていきたいと思います。はい。さて、なるほど。アサリやから炭酸そんなに振る人はおらんと思うねんけど、こうエリアやと思って見といて。とりあえず炭酸で、敵おらんから、こう前詰めちゃって全然 OK。やれんか。なんか言ってるね。ケルビン倒して、イカ忍者で逃げる。イカ忍者が強いけど、バレたわ。もう一発撃てばよかったね、今のは。さて、で、どうしようかな。バレちゃったらもうしょうがないからね、正直。デュアルとかに強いから、あれ。こういう時ね、こういう時に炭酸振って、オリサの場所をクリアリングしてから行く。一人倒して、やばい。こういう時に味方飛び。飛ばへんかったー。めっちゃ見てくれよ、俺のこと。キャンプ見るかなと思ってんけど。相手のデュアルは俺のファンやったということで。前飛んで。おー、めっちゃ見てくる。めっちゃ俺のこと見てくる。ナイス。ゾンビやからね、復帰早いから。いいんけど。よいしょ。パブロがおるね。パブロ倒して、オッケー、行こう。ナイス。ちゃんとキルを取っていく、キルを。
もう炭酸で振ってるのあんま強くないから、ほんまに。アサリやから分かりにくいかもしらんけど。あー、一発目外してか、二発目か。引くと思った。そこ降りてくんの？マジ？普通にスライドで下がると思った。ガチマッチの敵は何してくるか予想できひんから。そういうこともある。あ、こういう時には、こういう時、こういう時もドヤ顔で下がっていい。もう下がって、こういう時に炭酸を投げる。どうしようもできんから、こういう時は。で、広場塗りを維持してあげる。デュアルやれそうかな、これ。OK、デュアル倒して。こういう時も炭酸振りたいけど、前に出て、キルを狙う。OK。あとはあいつだけか。うまいうまいうまい。うまいうまい。危な。ナイスボム。で、こういう時も、なんか塗りたいから炭酸振りたくなるけど、前に出てキルを狙う、しっかりと。よいしょ。で、飴を投げて、どかして、アサリを入れに行く。OK。いやー、外しちゃった、ごめん。デュアル強えなー、マジで。こっち一回オールか。まあまあまあ。オールは全然いいんだけど。おう、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 危な。下がって、炭酸振って、また前に行くと。炭酸で、どかして、自分が行くって感じかな。ナイス。いいね。OK、ナイス。おる。一瞬おる。自分が行くルートだけ塗ってね、こうやって。これがノバ無印にはない強さよね。ノバ別注の。なんで見てくるの？うまいな、この人。おるって分かってたんかな？こっち3落ちか、すまん。左に、じゃ、右に入られたらマジできついな、デュアルに。こういかにんじゃる潜伏。OK、引かせて。どうしよっかな、これ。ミサイル入っててだるいな。ここ、投げて、上がってくる、これ。OK、デュアル倒して、雨入れて、炭酸振って、ザップ押し返して、なんか飛んでる、ナイス、行こう。ザップは右から来てるぞ、気づけ。ナイス、危な。ガチで危ないやん。残り28秒。これは前をどんどん押し上げちゃう。パブロ倒しちゃう。デュアルやれるかな、これ。オッケー、デュアル倒して入れちゃえ、ナイス。オッケーオッケー、いいね。もうなんかいい感じの炭酸とメインの理想の動きができた気がする。あとは防衛着地回避。危ない、なんか乗ってんけど上に。乗ってんけど、なんか何これ。デュアルはまあ上から見ればね、やれるんで、こうやって。はい、倒して。OK、勝ちかな？ナイスー。はい、ナイスー。まあ、炭酸とメインの使う割合としては、メイン7炭酸3って感じかな。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。さらば。